赤っ端なもうただの悪口やねさあね、これポケ豆って色での違いって確かなかったなかったよね。なんかポケモンの属性によってあげる色がいいやつあるのかなーとか前やった時思ってた気がするけど、なんか結局関係ないっていう。どうしたのだハウ、どうしたのだじゃ、どうしたのだじゃないよ。じいさんこそ歌いながらどっか行ったきりでさ、ほう輝く石を見せていただけるかな。バッグの中にあっても輝きがわかるってすごいね。どんだけ光ってんだ。それってもしかして、そういえばリオンはカプコケコに助けられたと。そうです、その時石も。そうです、なるほど、石までもらうとはな。君はアローラに来るべくして来たのかもな。まあ主人公ですから、石はちょっと預からせてもらいます。なんだって、明日返しますから。君からもトレーナーとしても輝きを感じましたぞ。ぜひ明日のお祭りに参加してください。お祭り、家まで送るよ。ほい、君の大事なあの子がはぐれると大変だからね。はい、気をつけます。もう出てるぜ。星雲はモンスターボールには入らないのかね。ただいま。原さん、どんなお方だったの。あなたのポケモン、腹が出てる人でした。アシャマ飛び出してきちゃって本当は愛くるしいんだから。そうだよ、一番道路でも、そうだよ、一番道路でも、そうだよ、あなたを助けるおこれ選択肢意味ある。一番道路でもって言った時のセリフちゃうん。これあなたを助けてくれたの、すごい運命の出会いね。あなたたちすごくお似合い、見てるだけで嬉しくなっちゃう。にゃー一晩経って夕べはお楽しみでしたねみたいなね。いい夕日、夕日？もう夕方か。ちょっと出て、おい。誰かな？ククイ博士じゃないですか。お祭りの時間だぜ。だがその前にポケモントレインになった君に教えることがあるんだ。ほうほう。まずは基本の基本、ほら一番道路に行こうぜ。だってポケモンと一緒なら絶対楽しいじゃない。ニャースをダンボール片付ければ、ニャースも片付けるとか。ニャースは出しといてあげてください。早く行こうぜ。誘う方が小学生やなこいつ。ここはさっき行けなかったとこですな。一番道路こっちだぜ。野菜のポケモンは草むらから飛び出す。君はポケモントレーナーだから、足まりというパートナーと一緒に戦える。それだけでなく野生のポケモンを捕まえることだってできるんだぜ。今から捕まえ方を教える。しっかり見てるんだぜ。ちょっと歩いただけですぐポケモン出てくるね。野生のアゴジムシが現れた。すげえツインドリルだな。うん、自動戦闘。ユワンクの体当たり、体当たりだ。挟む攻撃。え、アゴジムシの2本の角で挟んだよね今。
全然痛くなさそう。突いた方が、刺した方が強そうだけどね。あのドリル。とか言ってる間に捕まりました。やった、アゴジムシを捕まえたぞ。野生のポケモン、人を襲うこともあるか。ほう、捕まえれば心強い味方になってくれるぜ。仲間のポケモンが傷ついたら家で休むのもありかな。ほら、モンスターボールと傷薬をあげるよ。はい、いただきます。モンスターボールを10個手に入れた。たくさん来たね。道具ポケットにしまった傷薬を5個手に入れた。よし、これでポケモンをゲットできるぜ。お、またアゴジムシですね。雪赤っぱな。とりあえず水鉄砲で、いつも通り。困った時の水鉄砲。お、ちょうど半分減ったね。糸を吐く攻撃。これは素早さかな。素早さがガクッと下がった。次は先行を取られるか。まあでも水鉄砲撃つしかないわね。糸を吐く攻撃。糸を吐く攻撃。いや攻撃しとかないとすぐ死にますよ、アゴジムシ。バッチリ。あしまった、捕まえるの忘れた。バッチリじゃねえや。レベル8に上がった。チャームボイス覚えた。チャームボイス、チャームボイス。強さを見る。チャームボイス。魅惑の鳴き声を出して相手に精神的なダメージを与え、攻撃は必ず命中する。必中か。必中で威力40。威力40ばっかりやな。あそこにも道具が落ちてる。なるべく草むらを通る時間を減らしたい。お、通り抜けられた。モンスターボールを見つけた。出た出た、待ち構えてるぞ。やる気満々やんけ。新手のスタンド使いか。避けられない。目と目があったらポケモン勝負だよね。デュエル。目と目があったらデュエルだぜ。ミニスカートの家が勝負を仕掛けてきた。ヒミロルを繰り出した。ヘイヘイ、行くぜ。レベル3か。これはだいぶ余裕そうだな。水鉄砲アタック攻撃。水鉄砲、赤っぱな水鉄砲。いいダメージ。アタック痛い。オッケー、バッチリっすな。勝って嬉しそうにしてる。いえ、まあ勝ったら嬉しいっすわ。72円。あ、また出たね。これ後ろ通ったら買わせる。お、買わせた。後ろは通れるのか。後ろは通れるけど、まあでも戦っとこうか。おお、キャタピーですか。短パン小僧のケンタが勝負を仕掛けてきた。キャタピーを繰り出した。ほいほい。
まあいつも通り水、これ水鉄砲効くのかね。まあ撃ってみようか。普通に一撃だった。ワンパン。虫ポケモンで負けたから君は無視。何言ってんだこいつ。賞金として60円手に入れた。60円か。2回でも缶ジュース1本ですな。いろいろ一番の道。あ、さっき来たところだね。イバンコがじっと見ている。何をする？イバンコが仲間になれとそうにこちらを見ている。右にくるくる見つめる。バイバイ。戻って。右にくるくる。ん？うー、すごい。もっと遊んでほしいみたい。左にくるくる。くるくるくる。くるくるくる。ワンワン。見つめる。じー。あ、じー。ワンワン。あ、さっきとアイコンが違う。バー。バー。ん？いないなーい。いないなーい。バー。やはは。赤ん坊じゃねえか。バイバイ、戻って。バイバイ。よく懐くポケモンなの。うん、今遊んだ。お得な掲示板。おお、よく通行人出てくるね。お、何かいる。何かいますよ。これがもうするというものか。なんと華やかな。いや、そうではない。のんきなものだな。顔がわからん。無理しちゃって、今日もやるくせに。それに祭りってオーラも高いね。オーラ。オーラが見えるのか。そうだな。輝き様のおかげでアローラは光にあふれて。うん、さすが輝き様。もっとも今まではクスローズンのままが眠っているが、輝き様が大昔のように光り輝けばいいんだもんね。さあ、あちこち調査しよう。急にひらがなだらけになったな。てか、なんだこれ。こんな奴らいたっけ。ウルトラで追加されたのかな。マグマ弾？スカル弾だっけ？とかではないよね。新キャラなのかな？お前もあろうなら人間ではなく、遠くから来たのだな。よくわかったね。お祭りの最中。おー、人がいっぱいいますな。あれ？さっきのエンジじゃないですか。原さん、腰に何か巻いてる。アローラ地方には4つの島がある。それぞれの島には守り神のポケモンがいる。守り神ポケモンが我らのそばにいてくれること、それに感謝を表すのが今日の祭りなのですな。まあ祭りといっても田舎の小さなもので、みんな明々に走れてるだけですがな。まあいいんじゃないですかね。面白そうで。お、ハウがいるよ。待ちきれないよ。やっ、もしかして聞いてないの。何か聞いてないよ。間に合ったね。何があるのでしょうか。ぷい。ご機嫌なポケモン勝負。技と技のぶつかり合い。全力マッセルではカップにポケモン勝負を捧げるんだぜ。ではお二人が勝負なさるのですね。ポケモンさんが戦うのは傷ついたりするので苦手ですが、私きちんと見ます。
君のために戦ってくれたポケモンを元気にしよう。みんなあれだね、ポケモンを回復する術を持ってるんだね。すごいね。ポケモン勝負の準備はできましたかな。はい、これあの主人公があの回復する能力を手に入れたらずっと旅できるね。休憩なしで島に暮らす命、島めぐりを楽しむ者、すべての無事を祈ります。ではこれより島の守り神カプコケコに捧げるポケモン勝負を始めます。かたやハオ島キングの孫エンコじゃねえか。身内ビーキやん、楽しもうねニャビー。この後リュンカプコケコに出会った者、イエーイ、さすが主人公。はーい、お好奇心旺盛なカプコケコらしいね。お互いが楽しく思えるならきっといい勝負になるよね。そうだね。まあゲームは楽しんでなんぼですよ。ポケモンの力を発揮させよ。ほい、言ってあれでしょハウさんニャビーでしょ。向こうポケモンが2体になってるやん。しまった、ゲットしておかないかんかったか。つらい。ピチュー電気タイプやんけ。どうしよう、何が効くかな。水鉄砲、水攻撃は通るんだったかな、普通に通るんだったかな。スポーツ攻撃、防御が下がった。当たった、水鉄砲だ。攻撃自体は普通に通るね。電気技打たれると辛いけど、甘える攻撃攻撃がガクッと下がった。まあ水鉄砲だったからセーフです。全然攻撃っていうかダメージを与えに来ないね。ナビをクリアした。もうこれは価値格じゃないですか。効果抜群。キノコ、それは効かないぜ。水鉄砲だ。これで終わりだ。キノコ、完全に相性勝ちですなこれ。もう終わり？いや、バッチですね。1体でも十分勝ってたね。今年も見応えあったね。見応えあった？カプコケコも満足だろう。っていうかあの右のあいつ首長えな。もう画面から切れてるやん。いい勝負だったからめっちゃ楽しかったよ。かなり一方的だったと思うけどね。良き勝負でした。これならカプコケコも。カプーコケッコ。泣き方そのまんま。カプコケコのさえずり。そうだった。リュン、これは、あ、昨日パクったやつね。帰ってきた。Z パワーリングを腕に装着した。かっこいい。変身そうやね。ポケモンのヒント、 Z パワーを吹き出す不思議な腕は我々島キングがカプコケ君にいただいた輝く石を加工して Z パワーリングにするのですな。もっとも Z パワーを引き出すには島巡りをして Z クリスタルを集める必要がありますな。それしても直に輝く石をもらうとは。君はカプコケ君に気に入られたのか、それとも何か使命があるのですかな。では島巡りにて各地を訪れれば何かがわかるとか。島巡り各地4つだって、あれか、遊戯王ブレンズの主人公みたいだね。3つだみたいな。
アローラ地方にある4つの島を巡る。最強のトレーナー、島巡りのチャンピオンを目指すのが島巡りなんだぜ。そのまんまだけどね、冒険できるのは、まあそのまんまだな。島を巡るから島巡るって。詳しいことは島キングである原さんから教えてもらおうぜ。己の限界を超えるため、アローラが11歳になった若者はポケモンと共に冒険に旅立つのですな。ほほほ。参加に必要ない 島巡りの証を渡します。わーい、じいちゃんありがとう。島巡りチャンピオンを目指す。ぜひ島巡りに挑んでください。ぜひぜひ。そうだね、アローラを知るなら島巡りをするのが一番だぜ。カプコケコさんすごいですよね。いつか星雲ちゃんのこと ありがとうと言えたら、ピューピュー、自分もあなたも助けてもらえ、さらには輝く石も託された。不思議な人ですものね。ですね、さすが主人公星雲ちゃん、アローラ不思議でいっぱいですね。またこいつらなんというか不思議な祭りだったな。これ体型的には左側が男で右側が女でいいんだよね、多分。全力祭りか。もうそろそろ見ていたよね。自分も戦いたくなったの。はしゃぐな、俺らは調査隊だぞ。俺らの科学力でも輝き様の光はコントロールできない。それゆえ止めるしかないという面に。アローラの人間は高いオーラを扱えるのか。うん、ずっとパワーリングだっけ。高いオーラを出してたよ。だから使えるんじゃない。なんかアローラすごそうだよね。これ右側のやつが喋るとセリフが全部ひらがなカタカナなんだね地味に読みづらい。ほら次調べに行こう。にゃー、ただいまー。にゃー、おかえり。うん、ただいま。いいポケモン勝負だったわね。和子ながら パートナーとの息の合った戦い方に魅力を感じちゃった。てへへ。あなたアローラならではの島巡りに挑むといいかもね。じゃあママは お祭りではしゃぎすぎたのでもう寝ます。そうっすか、おやすみなさい。翌日なのに夜ですよ。あ、朝かな、早朝かな。あら、チャイム、ここ博士ならしれっと入ってくるわね。あら、リーリーさんじゃないですか。ククイ博士に。おお、リーリー、北の新人トレーナーを研究所に連れてきてよと頼まれたもんですからモノマネか。私案内いたしますね。ついてきてくれますか。ほい。はい、お小遣い大事に使ってね。おお、いくらもらったのかな。可愛いお友達、アローラっていいわね。素敵な出会いばっかり。あ、はじめまして、私リーリエと申します。うんうん、いよいよね、アシマリと一緒にエンジョイするのよ。いってらっしゃい。はい、行ってきます。イエーイ。優しそうなお母様ですわね。では改めて研究所に参りましょう。いやー、長そうですな先は。とりあえず今回はひとまずここまでにしておきましょうか。ではまた次回お会いしましょう。またね。タイミング悪かった。コスモッグ、コスモッグっていう名前だったんだ。
段差を飛び降りるとクソモロ通らずに研究所に行けるんです。